ケネストット・ヤング・ケネストット・ヤングはアメリカ合衆国の外交官。1961年から1963年まで中大大使を務めた。ヤングは1934年に中国の南南大学に留学し、アジア研究の基礎を養った。1935年にミドルセックススクールを卒業し、ハーバード大学に進学。フランスのパリ大学に留学し、 1939年にハーバード大学で学士号を取得。1942年にハーバード大学で修士号を取得。ハーバード大学の大学院では教育助手として勤務。その後は陸軍航空軍に入隊。ヤングは政治情報官として1946年に国務省に入省。1951年に 国防総省対外軍事課長代理補佐官、1952年に、国防総省局長専門官、1952年3月20日から1954年9月8日まで、国務省北東アジア部長、1954年9月13日から、フィリピン及び東南アジア部長、代理、1955年1月から1956年4月まで、 フィリピン及び東南アジア部長、1956年から1958年まで国務省東南アジア部長を務めた。1952年11月5日、ヤングは韓国による竹島の領有権主張に関して財布山アメリカ大使館のアラン・ライトナー、北東アジア部長大臣に国務省の見解文書を送達した。この文書においてヤングは国務省の見解では、 竹島は日本に帰属すると言及し、続けて日本政府の管理物として指定することは正当である、と述べた。そして、スキャッピン677を根拠とした韓国の主張は認められないと連絡した。1954年のジュネーブ会議ではアメリカ合衆国代表団の顧問として参加、朝鮮半島に関する作業部会で議長を務めた。連邦政府を離れた後は、 スタンダードバキュームオイル社に参加。ジョン・ F ・ケネディが大統領に当選すると、ヤングは中隊大,大使として指名を受けた。ヤングは1961年6月22日から1963年8月19日まで中隊大,大使を務めた。ヤングの友人の話によると、ヤングの中隊大,大使指名は、ケネディ大統領の思いつきによるものであった。当時の国務長官ディーンラスクは、 理由があるにせよ、資料が足りないと述べたものの、その時にはすでに、大政府は、ヤングの大使就任の承認を済ませた後であった。1972年8月29日、心臓発作により死去。ありがとうございます。